いよいよ、うどんプロレスがここにやってきたぞい。いい環境だな。船券も買えて、プロレスも見れて、しかもマットだから近いぞ。いいぞいいぞ、これはこれはいい環境だな。みんな盛り上がってますか。恥ずかしからずにこっち来てくれてもいいんだぞ。みんな盛り上がってくるぞい。さあさあ、じゃあちょっとね、今日は初めて見る人っていうのもいると思うからさ、うどんプロレス、このマットプロレスのルールについてちょっと説明をさせてもらいます。私、うどんプロレス正規軍マネージャー銭形ダラス平次と申します。よろしくお願いします。そうだな、ちょっとどうしようかな、誰かに手伝ってもらいたいんだけどな。あ、ちょっとそこのサンタモンのお兄さん、ですか。すいません、お兄さん、お名前を。柴坂さん。じゃあちょっと、簡単にルール説明をします。プロレスではね、関節技とか、締め技とか、そんなものをされた場合、ロープをこう握るとロープブレイクって言って一旦ブレイクをすることができるんだよね。ただマットを見てください、ロープがありません。ロープないですね、柴坂さんね。こんな場合どうしましょうか。逃げようがない。逃げようがない、そう。じゃあそこなんですよ、逃げようがないんで、はい、じゃあ逃げるためにはどうするかっていうと、手を伸ばしてみてください。ああ、助けてって手を伸ばしてください。この助けての手を伸ばした時にお客さんが握手をしてくれる、ここでブレイクになるわけです。ありがとうございます。 OK ですか。ありがとうございます。じゃあちょっと実演したいんで、僕が、スリーパーホールド入ります。はい、じゃあ柴坂さん必死に逃げてください。で、握手したらブレイクしますので、ただ気に入らない人が来たら握手しなくていいんだよ。大丈夫、フリじゃないからな。気に入らない人が来たらあ、握手しなくていいんだからな。わかるな。よし、じゃあちょっとここで軽くスリーパーホールドします。いきますよ。よいしょー。おら、キープアップするよ。おら、どうした、トイレも待てねえか。ブレイク、ブレイク、ブレイク。おい、まあこんな感じです。なので、好きな選手が困っていたら手を差し伸ばして、そして伸べてください。そして好きじゃない選手が来た場合、足にしていいです。なぜならうどんプロレス、お客さんと距離が近いです。ギリギリまでの選手にタッチする、お客さん参加型のプロレスでございます。なのでちっちゃなお客さん、はい、ね、選手が殴っていいんだぞって来たら容赦なく言っちゃっていいよ。はい、やる気満々だな。ちょっと声ぞおい。ということで、じゃあぼちぼち試合の方を開始しますか。大丈夫でしょうか。はい、OK です。いけますか。はい、じゃあすいません、柴坂さん、ありがとうございました。よし、じゃあそろそろよ、選手も待ってるのは失礼と思うから、うどんプロレスを開始したいと思います。よろしく。I'm not
んですよ。うどん二郎のうどんですよ。Come on.
帰っていきたいと思います。皆さんそれまで応援よろしくお願いします。
の締めというのがありますので、皆さんぜひ一緒に参加してください。僕は1、2、3、その後に皆さん続いてうどんプロレース、これで締めたいと思います。皆さんぜひ最後みんなで盛り上がって終わりましょう。よし、いいか、まめこ OK、 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 よっしゃ。さあうどんプロレース最高です、いくぞー。おー、1、2、3、うどんプロレース、ありがとうございました。ほとんどください、ごめんなさい。じゃあせっかくだからみんなにうどん配ってくれ、欲しいうどんやるよ、欲しい欲しい、どうもどうも、はい、ありがとう、もう帰ろう、はい、どうぞ、ありがとうございます。もらいましたか、ありがとうございます。あと4つですね。いや最後です、すみません、最後です。ありがとうございました。はい。食べなかったね。